人気グループティモローバイティガサーのメンバースリンの良き影響力が話題です。スリンは最近ティモローバイティガサーの V ライブチャンネルを通じて行われたライブ放送で何度も悩んだけれどお伝えすべきだと思いお話しすると口を開きました。スリンは携帯電話ケース業者から感謝の挨拶を受けたことを打ち明け、ファンに感謝の気持ちを伝えました。スビンさんのおかげで餌が1トン寄付され、本当にありがたいと連絡が来ました。皆さんがたくさん買ってくださり、感謝しているという挨拶と共にケースを受け取ったのですが、すごく妙な気分でした。これはスビンの自撮り写真などでキャッチされた携帯電話ケースを見て、ファンたちが真似して同じケースを購入したことから生じたエピソードです。これに先立ち、スビンはペットデザインブランドで携帯電話ケースを購入したのですが、該当の商品を購入した場合、捨て犬や捨て猫などに 1.37kg の餌が寄付されるのです。その後、ファンたちがスビンと同じケースを購入したことによって1トンを超える量の餌が寄付されたというわけです。スビンは、私はただサイトを見ていてこれがいいと思って購入したんだけど、それが捨て犬への寄付にまでつながるということで一石二鳥だと思った。動物のために力になれるのもいいし、気に入ったので軽い気持ちで購入したんだけど、1トンが寄付されたという話を聞き、とても不思議な気持ちになったとコメントしました。スビンの温かい心が良い影響力を及ぼすことになり、微笑ましいです。一方、ティモローバイトゥギャザーは、8月17日に2枚目のリパッケージアルバム、ザ・ゴース・チャプター・ファイト・ア・エスケープを発売しました。韓国国内での活動が盛況だったティモローバイ・トゥギャザーは11月10日、日本で初の EP カオティック・ワンダーランドをリリースする予定です。